チューブ美声の一日ということで、今回はチューブ美容の学生たちがどんな一日を過ごしているのかをご紹介します。7時、美容学生らしく毎日おしゃれには気を使います。スクールバッグの中にはウィッグや教科書がいっぱいです。7時50分、通学中は好きな音楽を聴いたり美容などの最新ニュースをチェックします。8時20分から登校します。毎朝先生たちがお出迎えしてくれます。8時30分までには登校しましょう。9時、実習授業オールウェーブ。実習は 1,2 時間目連続で行うことがあります。オールウェーブは国家試験にも出る重要な技術ですので練習あるのみです。10時50分、授業3時間目です。パーソナルカラーの座学です。技術だけでなく知識や教養も必要なんです。パーソナルカラーとは、持って生まれたボディカラー、肌の色、瞳の色、髪の色などをもとに個人に似合う色のことです。メイクやヘアカラー、ファッションコーディネートなどに活かすことができます。11時40分からお待ちかねのランチタイムです。多目的ホールで食べても OK、 教室で食べても OK です。名古屋港にはミニコンビニもあります。お弁当、お菓子、カップ麺、デザート、そして文房具まであります。どれもお得な学生価格です。12時25分、授業4時間目です。メイクの授業は楽しいと人気です。先ほどのパーソナルカラーが役に立ちますよ。1時20分、授業5、6時間目です。着付け、マナー、エステ、ネイル、まつげエクステなどから好きな科目を選択できるアドバンスコースの授業です。カットとまつげエクステが人気ですよ。3時5分、下校の時間です。なんとマナカと学生証が一体型になっているんですよ。朝も帰りも学生証で登下校のチェックをします。大須や栄が近いのでショッピングして帰る学生が多いです。6時からはアルバイト。学生はいろいろなところでアルバイトをしています。すでにサロンでアルバイトをしている学生もいます。10時30分、アルバイトなどから帰宅したら課題です。チューブ美容は毎日課題が出ます。それも国家試験一発合格と就職してからの活躍のため、何度も練習して体に技術を覚えさせます。美容学生時代に頑張ってきたことは必ず卒業してから役に立ちます。2年間はあっという間に終わってしまいますからね。おまけ、名古屋港おすすめスポットです。大須や栄が近いので最新の美容用品をチェックしに行くこともできます。岡崎港おすすめスポットです。通学で通る東岡崎駅の近くにはカフェやおしゃれなスポットが満載です。学校帰りに友達とのんびり過ごすのも学生ライフの楽しみです。皆さんもチューブ美容専門学生になってチューブライフを満喫しましょう。